エディタ戦争、エディタ戦争、エディタウォー王とは、プログラミングを行う人々、特に、ハッカー文化に属する、人々の間で続いている、どのテキストエディタが一番良いかというテーマの論争を、指す。その中でも二大陣営と言えるのは、6愛好派と EMAX 愛好派である。ハッカー文化においては、愛好するソフトウェアを宗教的共振とも言える、尊敬を持って扱う伝統があり、 そのようなソフトウェアの中でもテキストエディタは最も一般的である。自らの選択したエディタが最善であると信じる。グループ間で数々の論争、フレームが発生してきた。もっともそのような論争の参加者のほとんどはからかい半分であると理解しているユーモアの不思参症。似たような論争はオペレーティングシステムやウェブブラウザ、ブラウザ戦争、プログラミング言語にもあるし、 コードの自作スタイルのような傍らから見れば些細なことでも論争となってきた。エディタ戦争においては6と EMAX というユニックス系オペレーティングシステムで最も一般的な2つのエディタの信奉者の間で主に行われている。ユニックスのユーザーやプログラマの多くはどちらかのエディタを使用している。また大抵の人は両方の使い方を知っており、 それもあってどちらが良いかを判断できる立場にあると考える。さらに、これらのエディタは他と比較して、急勾配な習熟曲線を持っており、それはこれらエディタのユーザーがその使い方を学習するために多大な時間を要したことを意味している。6と EMAX の重要な違いは次の通りである。また機能セットと立ち上げ時間により、ユーザーの利用形態にも差異が生じる傾向がある。 6ユーザーが外部コマンドを実行する場合、6のコマンドモードは用いられず適宜6は終了され、ユニックスシェルからコマンドが実行される。一方、EMAX のユーザーが外部コマンドを実行する場合、EMAX は終了されず、組み込まれたシェルモードを介してコマンドが実行される。議論においてしばしばエンディングこそ、 標準テキストエディタであることが指摘されている。リチャード・ストールマンは冗談でチャーチ・オブ・ e マックス・ m マックス協会を設立し、666、ローマ数字の6の6の 6, の6を獣のエディタと称したが、必ずしも6利用に反対の立場を取ったわけではなく、プロプライエータリーソフトウェアをアナテマと呼んだ6のフリーソフトウェア版を使うことは罪ではなく苦行である。 同協会は独自のニュースグループを持ち、オルト、レリジョン、EMAX、このパロディ化した宗教の協議をポストしていた。ストールマンは、冗談として自身をストリートイグヌーセアス、聖イ,イグヌチュース聖イ,イグナシアスにかけた写楽と称した。シックス信奉者は対抗して、カルトオブシックスを設立した。強硬なイーマックスユーザーはこれをサルマネであると主張している。 6の入力モード問題について、EMAX 側は、6の2つのモードを B-Prepeatedly, B-B 鳴らすモードと Break e v e r y i n g 何もかも台無しにするモードと揶揄した。6側は EMAX のコマンド入力によって主根干渉候群が起きると揶揄し、EMAX を何らかの当時語であるとして様々な元となる言葉を考案した、例えば Escape Me とあると、 コントロールシフトなど。他にも、8MB& コンスタントリースワッピング、8MB で常にスワップされているあるいは、EMAX makes any c o m コンピュータスロー。EMAX はどんなコンピュータも低速にいる。再帰的当時後、イベンチュアリーマンチスオーレコンピュータストレージ。結局すべての記憶容量を食らい尽くすの略だとも、揶揄された。 これらは EMAX が非常にリソースを消費することを指したもので、当時としては 8MB のメモリは非常に大きかった。EMAX のディストリビューションにはこういった当時後の一覧が付属している。EMAX が機能的に肥大していることを揶揄し、6側は EMAX を偉大なオペレーティングシステムだがきちんとしたエディタだけが欠けていると評した。ユ,ユーザーの間では e m a x の複雑さへの揶揄も込めて就職キーを謳歌しながら自分の名前を入力したらどうなるかを確認するという遊びも行われていた。同様のゲームは e m a x の前身であるテコでも行われていた。Word of War 6はエディタ戦争を題材としたディフェンダー風のシューティングゲームである。かつては6を手本とした様々な小型エディタが開発された。 これは当時のメモリ容量が小さかったためメモリ容量を抑えることが重要だったためである。その後コンピュータのメモリ容量が増加するにつれビームに代表されるシックスクローンはサイズ面でもコードの複雑さの面でも成長していった。このためシックス派と EMAX 派が主張していた利点や相手側の欠点は大差ない状況となっていった。例えば拡張を加えないビームであっても ディスク上に格納するのに、オリジナルの6の10倍の息を必要とする。また、ビムは、様々な拡張が可能で、古いバージョンの EMAX と比べると低速である。しかし、6も EMAX も Eclipse のような、統合開発環境に比べれば、ずっと軽量である。ティム・オライリーは1999年、オライリーメディアから出版した6の入門書が、 e m a x の入門書の2倍売り上げたと述べている。これは、6の方が人気があるとも取れるし、6の方が習得が難しいので本が売れたとも取れる。多くのプログラマは、e m a x s や6、およびそれらの派生エディタを使っている。例えば、リーナ・ストーバルズはを使っている。6や e m a x の互換エディタ以外では、とそのフロス版であるなの。 などのエディタにも熱心な支持者がいるが、スや EMAX ほどではない。GNU、Linux や BSD 系を代表とする多くの OS では、複数のテキストエディタが同梱されており、ユーザーの需要に応えるようになっている。例えば、MAX にはデフォルトで EMAX、v i m などエンディングが搭載されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。